方もウエストの引き締めに効果がありますので、産後終わった後もぜひ続けてみてください。それではモデルさんお願いいたします。じゃあ実際に立った状態で最初にですね、注意点をいきます。最初に拳2つ分ぐらい作ってもらっていきます。でこの状態でかかとを上げてもらいます。右側膝を伸ばした状態で下げます。で今度反対側で、この時に骨盤が綺麗にこっち上がって、で今度反対側こっちグッと上がってという状態でいきます。でさらにこっち骨盤に刺激しすぎて肩の位置が変わらないようにお願いいたします。じゃあ実際にちょっとやってみてもらいます。じゃあ骨盤のですね、骨のところにちょっと触れるところに合わせてもらって、じゃあ右側からいきます。はい、右側上げてグーッと上げて、でこの線がこっちの方が下に下がっていく感じでいきます。はい、今度反対側グーッと、はい、今度反対、この時に肩の位置も変わらずに意識持ってもらって、もし最初慣れないうちは鏡の前とかでやってみてください。 OK です。はい、じゃあこれを今から20回やっていったしてもらいます。皆さんもぜひやってみてください。それではいきます。右側からですね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、お疲れ様でした。意識してほしいのは膝が曲がらない、肩の位置は変わらないっていうことで、この20回を1日3回ぐらい、もしどんどん慣れてきた人はもう30回、40回、50回、60回とぜひ続けてみてください。それによって当然ウエストも引き締まりますし、お尻ヒップアップにもなっていきますので、綺麗なプロモーションを手に入れてください。